トラマンチャンネル。放送席放送席勝ちましたタイガース岡田監督です。うん、初回からホームランが出るなど15安打10得点の快勝でした。今日の試合ご覧になっていかがでしょうかう、ねまあ。昨日もですけど、ね初回からまあいい攻撃ができてるんじゃないですかねやっぱりねはい。 打線のつながりで言いますと、うん、複数安打の選手が7人打点6人挙げるなど本当にこうよくつないで打線がつながったき、まあね <laughs> まあ、昨日から、ね、そううつながりがちょっと来てきたかなというのはあったんですけど、ねまあ、役割というか、ね、あのフォアボールも選んだり、ね、後ろにつないだりそういう,のが、ね、そういう仕事がみんなできているので。 まあ本当、ね、あのいい感じで点取れていると思います、ねはい、その中でホームラン、うんえー、大山、佐藤選手に出ました、はい、まずは大山選手、初回からのホームラン大きかったと思うんですがいかがでしょう、うん、いや昨日はね、初回ちょっとやっぱボール選んでフォアボールになったから、まあ、それから、ね、あのどんどんストライクきたんで、ね、まあ今日はもう最初から、ね、もう早いカウントで打つというかね、まあ、そういうミーティングしさで。 まあだから、ねあのーまあ、準備というか初球からそういう準備、ね、甘いボールを、ね、仕留めるというかそういう準備ができてるんじゃないですかね,やっぱりね、はい、佐藤選手も中盤に弾丸ライナーでパワーが光ったホームランだったのかなと思うんですが、はい、監督、どんなふうにいやいや、まあ、ヒットが、ね、出てるとそれは、ね、角度が良ければ、ねまああいうホームランもなるしやっぱりヒットの積み重ねじゃないですか。やっぱりね、はい こうやって得点が取ることができますと勝ちパターンのピッチャーも休めることができるなど本当にこう、ね、いい勝ち方なのかなとこの2日間、ね、4人投げてないんでき、まあ、昨日は、ね、岩崎選手投げたんですけど、まあ、そういう意味では、ね、いい、まあ、休みというか、まあね、相当大事なところでは投げないといけないんでね。まあ、そういうまあ準,備準備待ちですよね。はい 投手でいうと、今日は先発、西投手、勝ち投手になりましたけれども、はい、どんなふうにご覧になってましたかいやいや、まあね、最初、6点もらって、まあ、6回ね、まあ、あのぐらいまあ球数も100を超たんでね,、まあ、ね、後ろのピッチャーも、ね、まあ、点数が開いてたんでね、まあ、その他のピッチャーも、ね、その投げるチャンスがあったんで、まあそこで6回で、ねまあね、あっこう1点でね、最後逃れたのが良かったと思いますね。はい 2試合続けて投打ががっちりかみ合っての勝利ですけどもはい、はい、久しぶりにカード勝ち越しになりました、うん、ホーム京セラドームに帰ってこうチームの雰囲気打線の雰囲気変化などどうですかねいやいや、まあ、ここね昨日帰ってきて、まあ、ホームですからね、まあ、そういう意味で、ねまあ、ちょっとビジターで、ね、あまり良くなかったので、まあ、そういう意味でもねなんかこう勢いを盛り返したというかねなんかみんなが思い出したというか、ね、そういういい点取り方してるんで。 まあこれはもう続けていかないといけないですね。はい。その勢いの中で明日は予告先発、うん、青柳投手。はい。青柳投手への期待、明日へのチームへの期待、最後にお願いします。いやまあね、ああいう久しぶりなんですけど、まあね、当然一軍で投げないといけないピッチャーなんですけどね。やっぱりこのね、やっぱり投げるっていうか後半ね、そういうファームでも準備してたと思うんで、まあねある程度ね、ボルペン見たんですけどね。う 結構ね、いい時ぐらいに、ね、戻ってきたんで、まあ、明日は、ね、どんな、まああのね、ピッチングするか、まあ、楽しみですけどね。まあ、あのボールじゃ、ね、あの大丈夫と思ってます。ここは、ねはい、安心して送れると思いますね。はい、ありがとうございました。タイガース・岡田監督でした。放送席、どうぞ。